アイバスの車両費のリエス世界114助席済みアイバスは東京都稲城市が運行しているコミュニティバスである。全路線が小田急バス町田営業所に運行委託されている。春日の駅入り口バス停を通過するアイバス詳細は稲城市公式サイトアイバスの概要を参照。愛称であるアイバスは稲城市の頭文字としての愛。 循環バスが愛着を持って利用されるよう期待を込めたものとしての愛、循環バスで巡り合いとしての愛から名付けられた。運行当初は運転間隔が1時間半と長かったことから利用者に停留所で長い間待たせないため車両に GPS 装置と発信機を取り付けインターネット上でバスの位置情報が確認できるナビゲーションシステムを運用していた。その後、 試運転を含む路線数増加による運転間隔の短縮などを理由に2007年2月に運用を終了している。2017年3月27日から路線を見直した上で新路線での運行を開始した。2017年3月27日からの現行路線については稲城市公式サイトのアイバス路線図時刻表を参照のこと。春日の駅。 南口ロータリーに乗り入れる、アイバス、稲城なしの助が描かれた専用バス停掌祭は、稲城市公式サイトのアイバス運賃などのご案内を参照。運賃は、全線均一で、中学生以上の大人は180円、小学生は50円、未就学時は無料。パスもスイカなど、交通系、IC カードが利用可能で、IC 運賃の適用もある。 小田急バス IC 定期券、小田急バス一日フリーパス、小田急バスの高齢者専用割引定期券、ナイスパスも利用可能である。また、東京都シルバーパスの利用も可能である。障害者割引もあり、大人運賃のみ、各種障害者手帳提示により、半額となる。路線の一部で、川崎市内を通行する箇所があるが、 精神障害者保健福祉手帳での割引は東京都内の区間のみ割引が適用される。平尾団地を奇襲点に市内を大きく循環する路線。栗平駅先回りの A コースは一周約120分、稲城駅先回りの B コースは一周約115分で運行している。両コースともに2台の車両で約1時間間隔で運行されている。 平尾団地から南多摩駅まで市内を大きく縦断する路線。平尾団地発は約74分、南多摩駅発は約76分で運行している。2台の車両を使用し、1から2時間間隔で運行されている。南多摩駅を基終点に、読売ランド方面へ向かう路線。梨、ドウ畑がある地区を通過することから、T コース、E コースの愛称が付けられている。 稲城長沼駅先周りの D コースは一周約99分、矢野口駅先周りの E コースは一周約93分で運行している。1台のバスを使用し、D コース、E コース、D コースの順に交互に各コース約3時間40分間隔で運行されている。平成29年度の路線見直し以降の各路線の年間乗車人員は以下の通りである。 すべての路線が2014年9月30日まで運行していた。市内を循環するおよそ 26km ルのルートであり、右回りは平尾団地、左回りは稲城市役所を先に回る経路となる。平尾団地と読売ランド級の湯を結ぶおよそ 18km ルのルートである。2006年から試験運行を開始したおよそ 12.7km の路線である。 既存ルートに加えて、これまで、アイバスの運行のなかった、平尾文化通りと、鶴川街道をルートに加え、また、既存区間のうち利用者の多い区間について、増強を図る形となっている。2014年9月30日まで運行していた、各線の運行開始からの1日あたりの利用者数は、以下の通りである。アイバスの車両費の、リエス世界146赤色のアイバス、 専用カラーの小型バス全8台で運行する。ありがとうございます。